ご紹介しましょう。これはオーストラリアに住むフクロモモンガです。有袋動物のフクロモモンガ、体の両脇には皮膜があり、尾は舵の役割を果たします。皮膜を広げれば100メートル以上飛べるかもしれません。フクロモモンガは木の枝に匂いをつけて移動し、仲間に居場所を知らせます。探しているのは栄養のある花の蜜、樹液や昆虫、花粉、そして植物の種も大好物です。闇夜に紛れて活動するため、天敵には見つかりません。体内時計で夜明けが近いことを感じ取ります。フクロモモンガは日の出の前に巣に戻ることができました。